ビリー・エリオットリトルダンサーの制作発表に行ってまいりました。どうも、ハイミューです。今回は一般オーディエンス抽選に当たりまして、ビリー・エリオットの制作発表にお邪魔してきた、その内容を皆さんにシェアしたいと思います。そもそもビリー・エリオットとは、2000年に公開されたリトルダンサーという映画を元にしたミュージカルで、ホリプロさんではもう再演、3回目の上演になるのが今回2024年の公演になります。簡単にどんな話か申し上げますと、舞台は昔のイギリスです。で、炭鉱で働く人が多い中で、不況下の中、毎日明日はちゃんと暮らしていけるかしらって、そんな不安を抱えている中、お母さんを失ったビリー・エリオットファミリー、お父さんとお兄ちゃんのトニーとビリー君と、あとおばあちゃんがいまして、で、その中でお父さんとしてはビリーに強くなってほしいからということで、ボクシングをね、習わせるんですけど、ビリー君は本当はバレエを習いたかったっていうのが、まあ、バレエとの出会いをね、きっかけにどんどんその夢に向かって頑張るけど、お父さんとしてはバレエなんて女のするものだっていうことで、ボクシングをやれみたいなところで、こうビリー君とそのお父さんであったり、お兄ちゃんであったり、おばあちゃんであったり、バレエの先生とか、いろんな人たちのその地域のね、中で起こるいろいろなこう出来事に対して、みんながどうやって向き合っていくか、そしてどう成長していくかというお話でございます。ミュージカル版はなんと音楽をあのライオンキングのエルトン・ジョンさんが手掛けているというところも有名なポイントの一つかなっていうふうに思います。そして今回制作記者発表で初めて今年のビリー・エリオットくんたち4人がお披露目されたということで、そのね、ナンバー披露があったんですけど、もうめちゃくちゃ緊張されながら、もう今までの練習の成果を発揮されている姿に、私はもう涙がね、制作発表なのにと思いながら、こううるうるってしたんですけど、周りの皆さんももううるうる、もうグスグスみたいな感じだったんで、わかるみたいな感じでございました。そんな中、あれ、こいつハイミューは今までビリー・エリオットを見たことがあるの？そしてビリー・エリオットのリトルダンサーの映画もちろん見てるよねっていうところなんですけど、まだ見ていないんですね。なので、あのここが違うよだったりとか、あ、ここもっとね、こんな風に伝えるとより良さが伝わるよっていう部分に関しましては、コメントいただけると非常に助かります。今回新しくお披露目されたビリー君は、浅田龍馬さんと石黒エイトさんと、あと井上宇一郎さんと春山カムイさんということで、4名の、ね、方が一堂に会してダンスナンバーと、あと歌と披露していただいたんですけど、もう本当に思いが強くて、かつ自分の夢を諦めてこなかった人たちが4人揃ってるんだなっていうところと、他の共演者の方からも選ばれなかった、1000人からね選ばれた4人ということなんですけど、選ばれなかった子たちのためにも頑張ろうねみたいな話もあって、結構もうすでにビリー・エリオットはもうオーディションの段階から始まってるんだなっていうのを感じました。で、登壇者のビリーのお父さん役の増岡さんは、実際に自分のことを本当のお父さんだと思ってねっていう話だったりとか、あと鶴見さんに関しては、前回の公演を、前々回から吉田鋼太郎さんの公演を拝見していて、また絶対出たいって思ったってあったり、あと奥さんにもね、見に行けって言って次の日に見に行ってもらったとか、そんな話もありました。あとアランケイさんと浜田めぐみさんが、バレエの先生役、ウィルキンソン先生っていう、ね、役をやられるっていうことなんですけど、アランさん もう成長を見るのが楽しみであったり、浜田さんもトライアウト公演をご覧になっていて、まあ、そこからずっと関わりたいっていう思ってたっていう話もございました。で、あとはおばあちゃん役の根岸さんも、本当に舞台袖からいつも見ちゃうっていうお話だったり、あちばさんも、本当に舞台袖がにぎわっていて見れないときは、もう楽屋からモニター見て、モニターに向かって頑張れとか、やったーって言っちゃうみたいな、そんなもう毎回皆さん共演者の方も自分たちもこう成長を感じるし、熱意を持って見てますっていう話をされていたのが印象的でした。あとはトニー役の西川さんに関しても、まあ、お兄ちゃんとして、本当は自分じゃなくて、こうもっと屈強の人がやるようなイメージだったけど、でも自分がやるってなった以上は、もう自分なりのトニーお兄ちゃん像を演じていきますっていう話で、最終的にはビリー役の4人に対して、仲良くしようなみたいな感じでおっしゃっていて、結構笑いを誘うシーンでございました。あと吉田さんは現場にはいらっしゃらなくて、応援動画をご用意されてました。あとはボクシングの、ね、先生役で芋洗坂係長が、まあ、すごいこの役に対しての思い入れとしては、ハンサムイケメン枠なのでっておっしゃってたんですけど、本当先ほどのその前にね、行われた
ダンスのナンバー披露でも泣いちゃったであったり、もうすでにこう熱い思いがあるんだなっていうのが伝わってきました。で、あとは実際にオールダービリー、ビリーの大人になった時の、ね、理想の姿として長野さんとか山下さんも実際に現場に来てくださっていて思いを話されていたりだとか、まあ、山下さんに関してはそのリトルダンサーっていう元のね2000年の映画を見て、まあ、バレエに対しての思いを強くしたってお話もありました。全役者さん通してなんですけど、もう本当にこの作品を愛しているっていうことが伝わってきましたので、まあ、役者さんに愛され、そして冒頭で堀会長さんからのお話で、まあね、今までのこうビリーに対する思い、各ね初代と2代目とっていうビリーが今どうやって活躍、どんな活躍をしているのかだとか、まあ、この作品の意義だとか、まあ、コロナ禍を経てっていう部分も含めてその作品への愛を語ってくださってたんですけど、やっぱ運営からも愛されて、役者さんからも愛されて、周りのね観客の皆さんも興奮って、私ですらうんってなってたぐらいだったので、まあ、本当に見ている側からも愛される、もう三方向から愛されている素晴らしい作品なんだなっていうのが分かりましたので、もう帰りにチケット取ろうと思ってプチ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 って、当時ね発売日だったのでプチ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 っていう感じで操作してたんですけど、公演自体は東京だと2024年7月27日の土曜日から10月26日でブリリアホールで開演予定ということと、大阪はスカイシアター、あれですね、劇団四季の大阪四季劇場の目の前にあるスカイシアターで11月9日から11月24日ちょっと期間短いですけど開演予定ということで、非常に楽しみな作品でございます。本当ビリー・エリオットっていう作品を今までお名前だけは聞いてたんですけど、多分会期が短かったのと、あの自分の行けるタイミングじゃなかったのでなかなか触れてこなかったんですが、こういった機会をきっかけに、あと皆さんからの SNS での投稿などをきっかけに新しい作品に触れることができましたので、本当に感謝というところと、夢に向かって諦めない様を、その舞台だけじゃなくて実際そのオーディションからずっとやってきた、しかもオーディションもね1年ぐらいかけてやってきたっていうお話されてたんですけど、そういう長い期間本当のビリーのように鍛錬を重ねてきた皆さんのお姿を見ることができるっていう、この二重に美味しいベリーエリオットで、さらにそこから自分見たね、自分も何か夢に対して諦めないと、こう3段階でこう、ね、前見てる最中その後っていうことで、まあ、ビリー・エリオットって作品は本当にこういろんな人にバトンが受け継がれている作品なんじゃないかなと思いまして、私非常に興味津々で、実際に今リトルダンサーは U-NEXT とかでしか見れないんですけど、ちょっとどうにかして見ようかなって思っているところと、サントラもどこまで聴こうかなって悩むんですけど、まあ、ちょっとある程度主要な曲は、開演前、今回の記者発表の開演前に流れてた曲とかも聴いてしまったので、まあ、そこら辺をちょっと一旦さらっとインプットした上で聞きに行こうかなというふうに思います。見どころが非常に多い作品なのかなっていうふうにもうすでに感じているので、また見終えた後のね動画と自分を比較して、なんかあの時こうやって思ってたけどもう実際見たらこうだったみたいなところをまたお伝えできればいいかなっていうふうに思ってます。今日はですね、ビリー・エリオットという作品があるで、今まだ見たことない私から見てこういうふうに見えるというところをご紹介させていただきました。少しでも興味を持っていただいた方、ぜひ調べていただいたら YouTube でね動画も上がってるかと思いますので、一緒に初感激してみませんかというところでございます。はい、今日の動画は以上となりますが、いかがだったでしょうか。いつもと違ってこれから見に行く作品に対する、まあ、自分の準備だとか情報のインプットについてのお伝えになりました。もうこんなにビリー・エリオットはいいよっていうねお話もありましたら、ぜひシェアしていただきますと私のワクワクが高まりますので、あの嬉しいです。はい、それでは今日の動画はこちらで終了とさせていただきます。また次回の動画が投稿されるまで、皆さんで強く毎日をハッピーエンドに生き抜いていきましょう。それでは次回の動画まで、ね。